皆さんこんにちは、レイジーネイルです。本日はこちらのバレンタインネイルをすべてセリアジェルで作ってみました。こんな感じの焦げ茶色がなかったので4色混ぜて作ってみました。とっても可愛い焦げ茶色なのでとてもおすすめです。それではまずこちらのシャシャネイルの作り方をやっていきたいと思います。それではどうぞ。使用するカラーはこちらです。セリアジェルのホワイトとベージュ、ブラック、マスタード、レッドを使用していきます。ではこちらのパレットの上にカラーを出していきたいと思います。まずベースの濃い茶色を作っていきたいと思います。ホワイト以外のカラーをパレットの上にのせて混ぜていきたいと思います。はい、ではカラーの分量はこんな感じです。ベージュブラックは多めで、マスタードとレッドは少し少なめに置いていきます。ではこちらのカラーを混ぜていきます。だんだんチョコレート色ができてきます。はい、では塗っていきたいと思います。はい、一度ライトに入れます。はい、では二度塗りしていきます。はい、ライトに入れます。はい、では次にセリアジェルのノンワイプマットコートを塗ります。地爪に塗るときは根元、サイド、先端しっかり覆うように塗っていきます。はい、ライトに入れます。はい、では先ほどの茶色いカラーを使いやすいようにこういったスパチュラの棒で集めてみました。こちらを使っていきます。ではホワイトのカラーをパレットの上にのせます。はい、では次にこの2色を使ってシャシャネイルを描いていきます。ではまずはじめにホワイトのカラーを使っていきます。使う筆はこういった細めの筆を使っていきます。ではまず白のホワイトのジェルを筆につけて線を描いていきます。次に隣に線を描きます。ジェルを少しゆっくり置きながら描いていきます。
こんな感じです。はい、では次に交差するように書いていきます。はい、では一旦ライトに入れます。はい、では先ほどのカラーを一旦拭き取って、次に茶色のカラーを筆につけます。ではこちらのカラーで線を描いていきます。では次にこちらに描きます。では次にこちらも交差させます。ちょっと線が歪んでしまってるんですけど、チョコっぽさを出す感じなので全然歪んでも大丈夫です。では次にこちらに書きます。では一度ライトに入れます。はい、ではちょっと空いて寂しい端っこにホワイトのカラーをのせていきたいと思います。ではライトに入れます。はい、こちらでシャシャネイルの完成です。このボコボコした感じがリアルなチョコみたいでとっても美味しそうです。やり方もすごく簡単なので、ぜひ皆さんも試してみてください。はい、では次に薬指についているトリュフチョコを作っていきたいと思います。はい、ではこちらホワイトのカラーを塗っていきます。はい、ライトに入れます。はい、では二度塗りしていきます。
ライトに入れます。はい、では次に使うのがこちらのセリアで売られているネイルパーツ、プラパールを使っていきます。はい、ではセリアジェルの中でも粘度の高いベースコートをのせていきます。粘度が強い方がパーツを置いた時に流れないのでベースコートを選びました。ではピンセットでのせていきます。はい、ではこんな感じに乗せます。ではライトに入れます。はい、では先ほどのパレットを使っていきます。あとこちらのミルキーピンクも使っていきます。ではこちらもパレットの上に乗せます。はい、ではまずこちら大きいパーツに焦げ茶色のジェルを塗っていきます。はい、では次にこちらピンクのカラーを塗っていきます。はい、では一度ライトに入れます。はい、では次にこちらの焦げ茶色を使ってチョコを描いていきます。チョコっぽく描いていきます。ピンクのところにも描いていきます。はい、ではライトに入れます。はい、では次に使うのが以前にも紹介したこちらのセリアで売られているファイバーネイルホイルのゴールドを使ってのせていきたいと思います。はい、ではこちらベースコートをのせていきます。ゴールドを少しのせます。ちょっとゴールドをのせるだけで華やかになります。はい、ではライトに入れます。はい、ではこちらをノーワイプトップコートで仕上げていきます。
トに入れます。はい、こちらで完成です。美味しそうなトリュフネイルが出来上がりました。今回も材料すべて100円ショップのセリアさんの材料を使って作ってみました。少しでも皆さんの参考になると嬉しいです。もうすぐバレンタインデーなので、ぜひ試してみてください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。